卓球張本智和です。まあ、両親がどちらも卓球やってたので、まあ、その影響で2歳ぐらいから多分ラケット持ち始めて、まあ、椅子に乗りながら軽く打ってるような、まあ、遊んでる感じでやり始めたと思います。東京オリンピックが決まって小学校の頃は憧れの舞台だったり、まあ、でもだんだん1年ずつ重なるごとに、まあ自分が出たいって思うようになって、夢から現実に近づいてきたんじゃないかなと思います。やっぱり点数決まった時の、まあ、爽快感だったり、まあ、試合に勝った時の喜びっていうのが、まあ、忘れられないっていう。まあ、メダル取る一番のチャンスだったのは、その中で格下の選手に負けてしまって情けない気持ちあったり、フルゲーム戦うと7ゲームあるので、まあ、その間気持ちは良かったり悪かったり、まあ、格上でも格下でも自分の思い切ったプレーができればもっとランキングも上がるんじゃないかなと。中学生の時は自分がもうひたすら上の選手を追いかけていくって感じだったんですけど、まあ、ここ1年間ぐらいは、まあ、自分がトップ選手扱い、それにまだ自分が追いつけてないなっていうのは悔しかったですけど、まあ、今振り返るとまあなんとかオリンピックでメダルを取って、まあ、あの時の借りを返さなきゃいけないなとは思います。もう自分が競技人生の中ではもう1回しかない自己開催だと思うので、まあ、出場することも大事ですし、まあ、その先には金メダルを取るっていう目標があるので、やっぱり相手に立ち向かっていく、まあ、挑戦していく自分の姿を見てほしいなと思います。全員団結、頑張れ日本。